はい、どうもライトクリニックの医師の吹田です。マネージャーです。今回はダイエットピルについて先生に解説していただきます。最近患者様からダイエットピルくださいっていう風にお問い合わせがあるんですけれども、そもそもダイエットピルとは何かっていうところを解説お願いします。ダイエットピルっていうのはその痩せ薬っていうものの総称でありまして、特定の薬剤を指しているわけではございません。当院は、医療ダイエット専門クリニックなので、ダイエットピルと言われるものは多種、ご用意しています。大きく分けて食欲を抑制するお薬、糖をおしっこに排泄するお薬、糖質の腸管からの吸収を抑制するお薬、脂肪分の多い食べ物を吸収抑制するお薬の4つの大きく分けて分類があります。食欲抑制のお薬ですが GLP-1 というお薬があります。 GLP-1 も細かくサクセンダ、リベルサス、オゼンピックなどの多くの種類を取り扱っております。その他にサノレックスというお薬もあります。 GLP-1 の副作用としたら一番多いのが胃のムカつきやったり、吐き気という副作用が多いです。サノレックスに関しては少し倦怠感が出たり不眠になったりという方が中におられます。ただ副作用であるので全員に起きるというわけではなくて起きる可能性があるというお薬になります。 GLP-1 に関しては、大体10人に、2人とか3人とかの頻度で起きるかなと思ってます。2つ目としたら糖質をおしっこに出すようなお薬、カナグルっていうお薬があります。カナグルに関してはおしっこに糖と水を出すので体の中余分な水分が排泄されるというメリット、逆を言えば体の中から水分が出ていってしまうので水分を意識して多めに取るようにしていただくように指導しています。3つ目としたら糖質の吸収を抑制するお薬があります。セーブルってお薬なんですけど、炭水化物が多いなという食事の前に飲んでもらったら吸収をゆっくりするお薬、低GI っていうものになるようなお薬になります。副作用としましたらお腹が張った感覚があったり下痢が起きる方が中にはいらっしゃいます。4つ目としましては脂質の吸収を抑えるお薬があります。オルリファストっていうお薬なんですけど、これに関しては焼肉やったり唐揚げなどの脂質の多い食事をする前に飲んでいただくと吸収を 30% 程度抑えてくれると言われています。副作用としましたら下痢になる可能性があります。そういうお薬に関しては個人輸入するような方もいるんですが絶対にやめてもらった方がいいと思います。危険ですし、ちゃんとお医者さんとお話しして処方してもらうことが必要となります。いろいろお薬説明されていろいろ副作用があるっていう話があったんですけど、実際に患者様からもここのクリニックに来る前にご家族の方の薬を試しに飲んでみてそれで結局副作用が起こったっていう話とかを伺ってるので、やっぱりきちんと先生に副作用を事前に説明してもらってたりだとか診察受けてからお薬を処方してもらう方が安全だなっていうのは思いますよね。事前に説明して処方するのももちろん大事ですし、出た時も適切な判断が必要になるお薬になるので、医療機関で受診することを強くお勧めします、ね、ダイエットピルってすごく軽い感じに聞こえるかもしれないんですけれども、実際に使うのはお薬なので自分の判断でお薬を買ったりするのではなくて、お医者様と相談してきちんと診察を受けた上でお薬を使っていくっていうことが必要になってくるっていうことですよね。やっぱり医薬品なので、サプリメントと違って効果もしっかりあるんですが、副作用というものももちろんあるので、そこら辺をちゃんと理解した上で飲んでもらってダイエットの効果を高めていくことがすごく大事になります。まとめるとダイエットピルっていうのはダイエット効果のあるお薬の総称のことを言ってて、ダイエット薬っていうのはもちろん副作用もあるのできちんと医療機関を受診してアフターフォローのあるようなクリニックだったり病院とかで処方していただくのがいいっていうことですね。当院もたくさんのダイエット薬を扱っているので、それぞれいい面悪い面ありますので何なりご相談ください。この動画が参考になったという方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。